三たら三見たは、瀬戸内海に浮かぶ大崎下島、広島県呉市の港町。1994年、平成6年に重要伝統的建造物群、保存地区として選定された、全国で38番目の選定。瀬戸内海に浮かぶ芸予諸島の一つ、大崎下島の東端に位置する港町である。 三た来港の周りを広島県道355号大崎下島、循環線が通り、その背後に向かって町屋が広がる。北西方向に大町地区がある。東側が愛媛県今治市の岡村島になり、秋灘オレンジラインによって結ばれている。また、呉市本土は秋名田と美島街道で結ばれているため、本州とは陸続きであると言える。 旧豊田郡豊町みたらし。瀬戸内海国立公園内に位置する。みたらいの名の由来はいくつか伝承として残っている。中世、みたらいは、港ではなく、民家すらなかったが、何らかの軍事的な拠点があったと推定されている。この島はこの頃、下島、あるいは、みたらし島と呼ばれ、伊予国三島領、大山住神社領であった。 伊予国河野市に属していた来島村上市、村上水軍はこの地にあった、海岸で警護についていたという、室町時代後半に小早川氏がこの島を掌握するようになって以降、秋国川となっていった。戦国時代中期、芸予諸島を掌握しようとした総国大内氏が、東から入ってきて、三たら沖で、大山住神社大宿氏と、幾度か合戦を起こしている。 天正十三年、1585年四国攻めの際には、加藤清正がこの地に、前線基地を設けたと伝承に残り、その石垣が現存する。古代において政府は、太財府そしてその先の大陸を結ぶ交易ルートとして、さらに昭円からの年貢や、租税の運搬ルートとして、瀬戸内海に航路を作り行を整備した。当時の和泉は中心であったため、地乗りつまり、 陸沿いルートで港が整備された。交易ルートが確立すると海賊も横行し、時が経つと水軍が創設され戦も起こった。江戸時代に入り太平の世になると危険を避けるための地乗りから瀬戸内海中央部を航行する沖乗りルートが開発されていった。ただ当時の和船は一枚棒で追い風をはらんでさらに潮の流れを利用して航行する構造であったため、 暴風雨を避け順風を待つ、風町の港上げ潮,潮や下げ潮,潮を待つ、潮町の港が必要であった。もともとこの島の主要港は大町、現在の豊町大町であったが、大型海船が寄港するには、不向きな港であった。三た来は、寛永年間、1624年から1644年において農耕地であったで、家屋敷は存在していかった。 そこへ、風町塩町として、絶好の地である三た市に船が寄港するようになる。当初は、大長村の民が、野菜や水などを売っていたが次第に拡大したため、村民は、広島藩に、町割り単元を出すと、漢文六年、1666年藩はこれを、許可し三た港が整備されていった。港町三た市の歴史はここから始まる。漢文十二年。 1672年、西巡る海運、つまり、日本海から、瀬戸内海を、回り大阪に至る海運ルートが確立した。これにより、みたらしは沖ノり航路の潮町港として、北前船など海船が寄港するようになる。さらに藩は、ここと、宮島、尾道の参港の三田国前の取引を認可したため、広島での米取引の重要拠点となっていく。 町は18世紀頃から急速に発展し、狭い土地であったため数度にわたり、埋め立てがわれ港は拡大していき、文政2年、1819年には中国第一の港と自負するほどにまでになっている。当時の気候船は、その他にも幕府の船や参勤交代の船、オランダ、中国などの外国人や琉球国王の船など、多種多様であった。 公益の中で合商が誕生し、彼らと文人牧閣との交流により文化的に成熟してゆく。徘徊が盛んになり、みたらし連中と呼ばれるほどとなった。栗田大地堂がこの地に8日前俳優らと交流した。広島藩主のライアン壺が小月老気を書いたのもこの地である。春秋二回の芝居工業も行われていた。またこの港町には若子や 富士屋、堺屋、大木屋、あるいは、エビ屋の四軒の待合茶屋による花町が存在した。享保九年、1724年半の認可で、若コシ屋が開業、後堺屋、富士屋、木屋の順で開業し、18世紀半ば四軒、揃った。その営業形態は普通の茶屋に加え、おちょろ船と呼ばれる船上に店を出して泊している、交易船などに回って、 売春や家事もするものあった。若子シ屋には前世紀100人の遊女が在籍した。当時のみたらし住民の遊女に対する接し方は他とは違いとても大切にする風潮があり、現在でもオイラン公園などにそれを見ることができる。記録に残る著名人の滞在は以下の通り。幕末には薩摩藩と広島藩の密貿易いわゆる警察攻撃が始まると、 文久三年、1863年、広島藩により三太ら氏がその拠点に指定され、外国船が停泊している。そして、慶応三年、1867年には、薩摩藩、長州藩、広島藩の三藩により倒幕同盟が結ばれると、同年11月この地で、広島藩諸平総督の岸久休兵と、長州藩家老の毛利匠による大阪での、 東爆行動の密約はゆる、みたらし条約が交わされている。こうした幕末の空気の中で、星の文平が生まれ育っている。また時期は不明だが、中岡慎太郎、大久保利道もここへ寄港している。こうした繁栄は、明治時代以降、紀模船の登場により、風町潮町の港は必要がなくなり、そして、鉄道、山陽本線の登場により、物流も変わったため、 この町の存在意義はなくなり衰えていった。瀬戸内海の島しょ部、離島であったことから、経済成長期の土地開発など無縁で、町並み風情はそのまま残されていった。港町、遊郭の町としては、昭和初期までその余韻を残し、当時のおちょろの様子が作品となったものが1976年映画、大地の子守歌である。ただおちょろ自体は売春防止法施行後消えている。 行政としては、明治12年、1879年、豊田郡大町村から分立し三た市町となり、明治22年、1889年単独で、調整施行、昭和31年、1959年合併2に,に、合併で、豊田郡豊町に、平成17年、2005年暮れ市に編入された。この中で問題となっていったのが、 住民の高齢化と過疎化に伴う地区の保存及び防災である。1991年平成3年台風第19号により記録的な高潮被害を受けてしまったことが転機となり、地元住民により町並み保存活動が始まり国に働きかけると、平成6年1994年重要伝統的建造物群保存地区に指定され、これを受けて、 同年に保存活動を展開した住民たちによる充電立てを考えるが発足した。そして街並み保存活動は平成27年、2015年現在も続いている。平成20年、2008年には、秋名田諸島連絡家橋、飛島街道と島大橋の開通により、呉市本土川と橋を経由して陸続きとなった。 もともと狭い土地に埋め立てを繰り返しながら拡大していった港町であり、大小の商家、茶屋、船宿、神社仏閣に江戸時代に整備された、鳩、岩木などの港湾施設、網の目のように張り巡らされた道が特徴的な町並みである。町屋は切り妻作り、三河原らぶ木が多く、これに明治期以降に建てられたモダン建築も点在している。 江戸時代に栄えた瀬戸内海東諸部の港町としては、漆喰が多く生マ壁をあしらった豪邸あるが、これは、法暦9年、1759年この地を大火が襲ったことから火事対策として普及したもの。間口の大きさで税金をかけていたため、全体的に間口は狭く、奥行きが長い構造をしている。江戸時代後期に整備された線、砂ごはとは、現存のものとしては、 日本有数の規模を誇る。それら港湾施設と、そこから浜沿いに続く船宿、旅館ではなく問屋は、近代以前の日本の港町の姿をよく残している。以下、文化財登録されているものを列挙する。以下、文化財されていない主要なものを列挙する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。